あとその税率なんですが、じゃあまあ仮に増税するとした場合ですね、さっき小刻みにという話もありましたけど、どれぐらいがを目標にすればいいんですか？まあ、もちろん税金ですから安ければ安い方がいいんですはけど、ただここまでですね、財政状況が悪くいはいなったというときにですね、先ほどもプライマリーバランスの図がありましたよね。あれを今直近だとあれが今8.6%の赤字なんですけど、去年の数字で、ええでそれをですね、少なくともプラスに持っていかなきゃいけないと。でプラスの2とか3と持っていくとなるとですね、差し引き10%ポイントぐらいですね、財政状況を締めないといけないということですね。で消費税というのは1%の消費税で0点、要するに1%の消費税でですね、大体2.5兆税収がですね、で日本の全体の消費というのは300兆ぐらいなんですけど、医療費とかですね、非課税の分がありますから、大体1%の消費税で2.5兆税収があるんですね。ということは、GDP が500兆なので、要するに0.5%なんですよ。だからその GDP してみるとですね、1%ポイントGDP を改善するには消費税率はその倍いるという、まあ、その単純計算でそうなんですね。だから10%ポイント消費あの GDP で財政を改善しようとするとですね、その2倍分だけの消費税率の引き上げが必要ということですから、そうすると10%ポイントですね、財政収支を改善すると。そして今プライマリーバランスの赤が8%ぐらいで、これをまあ黒のですね2ぐらいにすると、差し引き10ぐらい、10%ポイントぐらい改善しなきゃいけない。それを消費税に関すると2倍ですから、20%ポイント上げないといけないということですから、単純計算すると、20%、25、5が20足して25という数字が出てきます。でこれはもちろん単純計算ですから、25にしなきゃいけないということはなくて、要するに歳出自体はですね、これから切り詰めていけばもっと減るわけし、景気が良くなればもう少し消費税の引き上げ幅は少なくなりますけども、まあそうは言ってもですね、歳出がこれから本当に切れるのかというと、実はもっと増えるんじゃないかという さっき言った高齢化が進むとですね、もう増えるんじゃないかと思うと、実は歳出に関してはもっと悲観的な数字なのでね。で消費税以外のところのですね、要するに自然増収がどのぐらいかというのも先ほどお話ししましたけれども、経済成長率がどのくらいこれから増えるかにかかっているんですが、これもですね、実はかなり悲観的で、政府はですね、2から3%ぐらい、あるいはその名目成長だと3から4ぐらい、これから5年10年ぐらい、要するに今の、景気後退が回復すれば、まあ、その戻るというシナリオで実は試算をしてるんですけど、新成長戦略ですね。で今年の、5月にですね、もう一回その中期展望出しますけど、その時も多分ですね、今の景気後退を乗り切れば、まあ、実力ベースの潜在的な成長率は、まあ、2から3%ぐらい。でインフレになれば、デフレが収まれば、名目成長率も近いぐらいのプラスだから、名目成長が5%ぐらいあるんじゃないかと、そういう前提で弾くと思うんですが、それが結構厳しくて、私の試算ですとですね、少子高齢化がこれから進んで、人口が減りますし、貯蓄率も下がってくるというので、先ほどイノベーションが非常に重要だとお話しされたんですけど、これイノベーションがですね、よほど増えない限りは、5年、10年先の日本のですね、GDP はマイナスなんじゃないかと、プラスじゃなくて。でマイナスになってくるとですね、これはさらに悲観的な数字になるわけですね。自然増収が期待できなかったの でそれを考えるとですね、20%ポイントぐらいの消費税の引き上げというのがさらに必要になってくる可能性があるので、結構厳しいんですよ。だからうまくいけば20%以下だから、今5%ですから、まあ、足して今15とか20ぐらいで収まることは可能だと思いますけど、下手するとですね、25を超えて北欧諸国を上回るような消費税率にしないと、日本の財政が中長期的に持たないような状況になる可能性もありますね。なるほど。宮台さん、どうですか、今までの議論で。なので、先生がおっしゃったようにですね、今から1%ずつ、その20、少なくとも 20% に向けて上げていくっていうことを、その今先生がおっしゃったようなですね、まともな、誰もが理解できる分かりやすい理屈で、政治家がね、やっぱ語りかけてほしいなっていうふうに思うんですよ。なんて言うんだろうな、その単にこう、なんて言うんだろうな、この小津会長の差し引き勘定みたいな感じでね、赤字があるから埋めるんだっていうふうな単純な発想だと、なかなか納得できないっていう感じになっちゃうんですよね。どっか無駄を絞れどうのこうのってんじゃなくて、全体を回すためにはもうこれは不可欠なんだっていうふうな、こうそれこそ、その10年や20年スパンのね、一つのストーリーを
っぱ政治家さんに語っていただかないとやっぱそれはダメだし、ただそれを政治家さんに語るためには政治家さんがそのクオリファイされるか語る資格があると思われなければダメで、そのためには自民党政権時代みたいに1年ごとに特会引っ返されるような状況はやっぱまずくて、政権が一つの一人を語るだけのですね、まあ、ある種のタフネスを持っているというふうに思われなければダメでって考えるとなかなか大変だね。でもそういう条件付きで消費税増税賛成という立場ですか。僕はもう最終的には消費税は上げざるを得ないと、でそれもその、僕はまあ、いろんな社会調査があるんだけれども、先生もおっしゃったようにデフレの今がチャンスっていうことと、国民の多くが消費税を上げることは致し方がないだろうというふうに実は大多数が思うようになっているということも追い風ですよね。なのでその今から導入を始めて、それこそ駆け込み需要というかその 1% ずつ上げるその前にだったら今買っておこうというふうな需要を想像するっていうやり方はいいと思うんですけどね。斉藤さんいかがでしょうね。まあ、このまま行くとその消費税増税万歳という番組になってしまうので、あえて反論というか新しい論点を提示したいと思うんですが、www.videonews.com